はい、はい、おはよう、大連大光です。郵便屋さんが箱を持ってきてくれたですね。よいしょ。やめやめ、スタンドがあるとこの両手が使えるからいいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。紙が入ってる。はい。あ、やべ、今日個人情報。よいしょ。はい。出てきたのは、ね、よいしょ。よいしょ。はい。トミックス。にこっちに来た、はい。9424JR タイプ、キハ40型2000番台ですね。はい。JR 西日本更新車、紀新線っていうのかな、モーター車ね。あ、本当はね、あのトレーラー T のね、あのキハ48をね、ラッシュ時用にね、増結用に欲しいんだけど、キハ48はね単品売りがないんだよね。あの2両セットな M と T のね、キハ40はあの両方単品で売ってるんだけど、あのキハ48は片側しか運転台がないから単行運転ができないね。走ることはできるけどね。あと、配達待ちがキハ47の、岡山快速色ってやつですね。あの窓周りに色が入ってるやつが快速色で、窓周りに色がないのが、色がないというかね、全体的な色で、あれが岡山色で、窓の周りがちょっと濃い色が入ってるのが岡山快速色って最近知ったですけどね。やっぱ他のね方の動画を見てね、こう刺激を受けて、あの辺のが欲しいなって、ね、たらこ色のキハ40系はね、昔ね、静岡の模型屋さんで大量に中古品が売っていた時に、北海道のねキハ400に改造しようと思ってね、結構たくさん中古で購入したんですよね。やっぱ加藤の古いのに比べたら、やっぱねこっちはこういうとこのスカウトとか連結機周りはリアルなんですね。で、あと先日買ったねこの木ですけど、一応あそこですね、レンガの機関庫の横の機関庫と農家の間にこんな感じで、なんかトミックスのコンテナのさ、空のやつに入ってる発泡スチロールに刺して、あの農家のところに置いてみたわけですね。こっちから見るとこう白い発泡スチロールが見えるけど、この角度によってはちょっといい感じかなと思います。はい、こんな感じです。ありがとうございました。